経緯はスタートしましたから、立ち上がり先発与田のこの森の先制ゴールなんですね。まあ、一発でね、はい、まあ、最初失点で来たというところですかね。初回この一発、1点を失った先発の与田です。さあ一方イーグルスの先発はこの則本、1回2回と三者凡退、この3回ですが2アウトランナー2塁1塁、この森の当たり渡辺義明が止めて内野安打を作ります。渡辺義明よく取りましたね。取りましたね、はい、やっぱここで1点欲しかったですよね、はい、この満塁のチャンス、しかし川崎ショートゴロ、点が入りませんでした。そして4回ノーアウト2塁という状況でこのアスタムラのタイムリーヒット、まさにその点が入らなかった後に逆に今度はインパクトに残る。さらにノーアウトランナー2塁3塁というチャンスを作って打席には辰巳が入ります。この詰まった当たりのセカンドゴロ、これでサードランナー帰って3点目。ゲーム中盤に入ったところですが、着々とイーグルスが追加点を挙げています。さらに鈴木大地、この回この1点も大きかったですよ ね、 ですね、はい、結果的にこれが効くやつですね。4点目が入りました、はい、4対0とリードを広げます。さあ一方則本4回、この山川詰まりながらレフト前ヒットをチャンスメイクをします。さらにベテラン栗山も続きます。流れが一気に来たところで則本に相性のあると、これはもう粘ったとですよね。そうですね、粘り勝ちです。粘り勝ち、これで4対3とその差を1本に縮めるという素晴らしいホームラン。ライトのスリーランでわずか1点差です。さあそして5回ですが、マウンド上与座、太田、レフト前、山崎も打ち取って、与座はさあこの回で降板したんですが、5回65球被安打5失点4点になります。そうですね、もう1イニング2イニングいけそうでしたけどね。そして5回の裏、則本の方です。森がレフト前、山川行ったかなと思ったあたりがセンターフライ、こちらも5回で降板、104球被安打6失点3の降板という先発がともに5回で変わって、マウンド上に宮森があった2番手ピッチャー、2アウトランナー3塁1塁、そこを金子三振、いいポジションでパンチだったんですね。そうですね、はい、これで宮森の新人の連続失点は21、初めての更新です。そして8回は平野、この辺の中継陣は感じですよね。まあ、そうですね、安心して見られますよね。そうですね、はい、これも強い打球、これもセカンド黒崎のいいプレーがありました。こうやってリズムを作ってしまったゲームの終盤です。8回裏イーグルスは4番手西口、ノーアウトランナーの1塁、マッシュを着地に遠くにバント、流れがいい仕事をしますね。そうですね、いい仕事です。ランナー進めて、ただアイト、これライトフライでした。さらに平沼、これもライトフライ、ここでも点が入りました。4対3のまま、そしてゲームの方は9回に入ってきます。9回の表は守護神の増田達志、6人目のピッチャー、ただこのビハインドですが素晴らしく注意しました ね、 ね、 ね、ご覧のレフトフライ、1回と引き合いの続き三者凡退です。そしてこちらも増井裕樹、交差入った中村監督が三振、源田も三振、まっすぐも変化球、キレがいいという、また最後森、セカンドゴロ、スリーアウトでゲーム終了、4対3でイーグルス勝って、このカード4連戦の2戦目もイーグルス取りました、連勝です。
鈴木さん、はい、ゲーム